皆さんこんにちは。今回はスティックピザパンを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは普通くらいです。練り時間は5分ほどで終わりました。生地が練り上がったら1次発酵です。30度で55分発酵させてください。1次発酵が終わったらガス抜きをして6分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。10分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。生地を細長く伸ばしてください。生地を伸ばしたらトマトソースやアンチョビを塗り、具材を乗せて巻いてください。巻き終わったら表面にピザ用チーズを振りかけます。ここまでできたら焼成です。200度で12分焼いたら完成です。